危ねえ。昇竜拳。行きましょう。相手はザンギエフ。さあどういう戦い方してくる方なんでしょうか。おい、ダメよ。主体行こうかな。冗談は通らない。ダメよ。そんな、おへー、お、ラッキー。これ下がりたいな。うっ、痛い。なんかスカに入れたいな。あー、カウンター1つあった。コパンで暴れちゃった。ダメよ。下段だったら通るか。通るね。うーん、次は投げだったか。あぶんね。いやでもこれ相当やばい。下がりたい。はっ、通すな。飛んでこい。やめろー。はーい。あはー、ごめんなさーい。うへー、やめてー。うー、バーンアウトしたのがだいぶ響いちゃったね。やっぱりこういう時にバーンアウトしないのが大事なんですが、これはパターンあるよね。もったいない。OK？ あの膝かな。毎回毎回フレーム状況が分かんない技なんで怖いよね。まあ、やっぱり寒くいきましょう。残虐戦はね。おお、電人波動が優秀だね。OK。ペチペチ。ペチペチ。いやー、今の。はい。あー、投げが出なかった。あー、まあでも向こうはとりあえずバーンとしてくれたから、これ強達巻きでいいんじゃない。あー、ごめんなさい、ダメー。さすがに強達巻きはダメだったか。一応多分当たりさえすれば削りダメージで倒せてたっぽいんですけど。さあどうしようかな。危ない。ふっ、投げは通る。ふっ、いいね。え、怖い。あぶね、ダブラリだったな。はい。しゃがみチューパンまで出したつもりだったんだけど、うわ、ボルシチー、あれ経過したんだけどね。 SS3。 これは、いやー、昇竜拳じゃなくてしゃがみチューパンのつもりだったんですけど化けましたね。うわー、もったいね、今の終わってたやん。あー、許して、どうしよう。マジか、勝負。うわー、コンボミスったー。あぶねー。よし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 。うわー、削りダメージ狙いだったけどな。暗転返しになってるのかな。ちょっとタイミング遅れてる気もしますけど、まあ通ったね。いやー、これはかなり英断だったな。もったいない。うー、痛い。今のなんかスカに入れたいよね。はい。うん、投げられた。うん、もったいなさすぎるな。いやー、インパクトじゃなくて投パンとかだったね。昇竜拳、投げは抜けてくる。はっ、あー、マジか。しゃがみチューパンがまた出てないな。難しいんだよな、この硬直見極めるのが。なかなか技が、いやー、なんか変な例だ。ラッシュが出なかったよねー。あー、何やってんの。なんか入れたいな。うえへー、入れようと思った。あぶね、痛い。危ない。痛い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 、でかい。やめて、危ない。う、怖い。これは不安だからこっち。あ、終わんねえ。うわ、そこで来るか。終わってしまった。うわ、エセ2だったか。うわ、残儀の体力の多さもちょっと見逃してたな。くっそ、これマジで悔しい。リーサル逃しちゃったな。うー、まあでもここからなんとか勝っていきたい。差し返したいな、どうにかして。相手結構技使ってること多いはずだから。
こういう、にゃやめて。これ差し返しで入れてるつもりなんだけどね。あぶね。おい、いや違う、さっきからやってる。これ暴れる、破傷撃、投げたところない、甘い、よし、なんとか。あーマジか、最速で飛んできたな。当たんねえか、まあいいでしょう。 OK、 下段が通って、ここはさっきの反省を生かしてちゃんと最大入れます。よし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 、寒く戦っていきましょうね、ザンギエフにはね。はい、うわー届かねえか。 OK、 今度は入れられたな、ごめんなさい。暴れる、あのヘッドバット有利のはずだからな。おーしよしよしよし、波動拳がいい仕事してる。間違えたー、立ち中継で暴れる必要は全くなかったね。はっ、暴れー、うわーやばいな、これは飛んじゃう。うわー、なんでコパンの後に中パン越しちゃったんだ。はっはっ、めり込み方、あーやめて、ボルシチは死んでしまいます。やばー、アウトしなければな。なんとかドライブゲージを使わずに逃げる方法模索しないといけないかもな。あぶね、いやこれ食らいたくない、これは暴れる。一回集中しよう、痛い、いや使ってくれないな、痛い、間に合うよ。これはよし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 、ここまで入れればさすがに終わってほしいよね。よし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 、打撃が多かったからインパクト通るかなと思って一途の思いを乗せて打ちましたけど、うーよかった、うーなかなかきついザンギエフ戦だった。差し返そうと頑張って下がったけどなかなか差し返せなかったな。まあ一つ俺の大きな課題が見えたな、見えたなと、そんな試合でしたかね。やはり差し返してのは難しいな、意識して狙ってるつもりではあったんですけどなかなか間に合ってない、ジャスパ2回取られてたからね。っていうちょっと厳しい、場面はありましたけれども、なんとか勝つことができました。リーサル逃したのも痛かったけどね。まあちょっと反省点が多い試合ではありましたけれども、はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合どう評価するでしょうか、コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。もうちょっと球打ってもよかったかもしれなかったっすね。難しいな、ザンギエフ戦は。